ではないので、別工事でまた発注されるかな。それから1年とかやって、やっと。まあ、今やっぱり怖いのは熱中症でございますので、はいはい、とにかく熱中症を絶対に出さないように。これ都内で気温はどれくらいなんですかね。今現在の気温は、25、6度でございますね。まあ、このブルーシートもございますが、これは少しでもロバンナが溺れた時に跳ね返して製品を損なくさせないというか、そういう配慮で設置してございます。正面に見えるのが復興用の魚です。これはバーサン、まあ、2.5 メーターのウォーターです。高速道路が通ると思うんですけど、はい、大体脇に35とか、ああいう数をつけてると思うんですよ。大体どのトンネルの、国交省のトンネルで大体つけてますから、それは厚さが、厚さが35センチだよ。豆知識、知ったかぶりの豆知識で持ってるんです。すごい。実際作業される方とか、まあ、こういった現場に、はいはい、まあ、どういったことをこう気をつけて、まあ、欲しいというか、まあ、そうですね、まあ、やはり災害としてはいろんなものが考えられますので、まあ、一つ一つそういった危険要因を潰してですね、事故のないように、それからやはりこれから暑い時期で、これはもう建設現場に限らず熱中症というのがですね、この夏は非常に大きな課題になってまいりますので、まあ、そういう熱中症予防も含めてですね、なんとか無事、無事故で乗り切っていただきたいというふうに期待しております。